今日も一日お疲れさん、どうしろです、どうしろです、ジョンです、ヨセイケ、セガドクです。今日の企画は好きな人につけてほしい香水トップ5。はい、ということで今回僕たち香水を作ります。はい、というのもですね、はい、マグノリアフレグランスさんというね、はい、香水作りの体験ができるサロン様から、はい、一緒に香水作りませんかというお話をいただきました。なるほど、はい、なんでね、まあそれどういうことかっていうと、今から僕たち実際そこのサロンさんに行って香水を作っていきたいんですけど、はい、100種類くらいあるね香料の中から自由に組み合わせをこう選んでいって、なるほど、世界でたった一つしかない香りが作れるというオリジナルのを作る体験できるんだ。そう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 、なるほどね。それをね、作れるっていうサロン様からまあお話しいただいたんで、はい、僕たち今からそこに行かせていただいて、はい、僕たちがもう一番好きな香りをそれぞれ作っていきたいなと。作れんの？そんな100個から素人が。作れるらしいよ。なるほどね。皆さんもどういう香りがね、男目線で好きなのかっていう参考にしていただきたいんですけど、はい、実際ね、作ったものも販売も数量限定したいと思っているので、はい、ぜひ、最後までチェックしてみてください。はい、それではやっていきましょう。チャンネル登録よろしく。それでは香水を作っていきたいと思います。はい、香水僕トップゼロでいきます。そんなにあるのは、はい、チャニドルの続きをやっていただいた後は、はい、ヤスの僕の香水出来上がりました。よっ、久しぶりで売ってる匂いするそれを。はい、作ってきました。どうでしたか？めちゃくちゃ楽しかったよ。楽しかったな。俺はめちゃめちゃはしゃいでたな。めちゃくちゃ楽しかった。結構最近で一番楽しかったけど。あ、あのサロンさんね、カップルの方とかで一緒にこう、ね、カップルで作りに行ってお互いが好きなこう匂いをね、選んでいくみたいなのも珍しいんで。そう、そのデート楽しそうですよね。ただ死ぬほど集中したね、俺らは。男はもしかしたら喋れないかもしれない。ちょっと楽しい、真剣すぎてね。難しかった。むずいな。難しい。いっぱい助けてもらってる、ね、プロの方に最後ね、こうするも作業ありますよってね。そうですね。で、この5本がですね、はい、まあ、僕たちがもうこの世で一番好きな香りということなんで、はい、それぞれね、ちょっとご紹介させていただきたいなと思うんですけど、はい、まずこちら、僕が選んだ香りですね。はい、イメージとしては爽やかでカジュアルめな印象ですけども、奥底にちょっと大人っぽさがあるという感じになっております。大人カジュアル、大人カジュアルです。おー、はい、ちょっとじゃあ匂ってください。はい、それじゃあ、はい、ちょっと嗅いでみてみてください。いただきます。はい、あ、ウッディやな。あー、結構好きかも。あ、でも、いい匂いかも。いい匂いやろ。これ普通にいい匂い。シクロウが好きそうやなっていう。なんかこういう系の香水好きだよね。いや、好き。俺も好きやし、うん、結構ユニセックス寄りな匂いとは言われた。あー、なるほどね。なんかつけてるよな、普段こういう香水。そうですね、確かに確かに。あんま、俺も好きだね、これって感じ。うん、あのところで嗅ぐより全然いい匂いする。 あ、変わった？ないと赤んか。いや、いいやろ、いいやろ、全然。ちょっとフルーティーで爽やかなんですけど、奥底にボタニカル感がある。あ、分かる。そう、うん、緑の植物っぽいよな。黒っぽいな、なんかボタニカル。急にちょっと森林浴の香りに近い。なんか、そうそう、マジで森林を感じるわ。めっちゃいい、これ。めっちゃいいでしょ。これ、僕のベストです。センスいいわ。はい、これいいですね。お断りがええな。あんま分かってないぞ、俺は。ボタニカル分かってないから、なんか、ね、ソープの匂いするわ。まあまあ、爽やかなね。うん。マジでシクロっぽさ出てるわ。あんま、うん、好きな匂いです、僕。めっちゃいいと思う。宿ってる。いいよ、うん、はい、はい、じゃあ次、私の香水、こちらなんですけど、はい、プロの方が言うには甘くて可愛らしい、うん、ちょっとこう、エッチな感じ、うん、エロ皮って感じですね。セクシーではないけど、みたいな、うん、そう、ところと、まあ大人っぽい女性、まあ甘いのが好きな人が、うん、好きそうな香水ですねっていうような感想をいただきましたので、結構甘いですよ。僕ずっと甘い香水がいいって言い続けてるんで、うん、好きなんやな、甘い香り。好き。探してくださいよ、そんな。甘い香水はね、可愛い子がつけててもその通りだし、大人っぽい子がつけたら、けどやっぱ女の子なんだよね、奥底はって感じがするから。うん、甘い香水はね、やっぱね、女性らしさとしてはすごくいいと思う。そう、なんか理想。なんかやってた。香水店員、美容部員なんで。服装だけよ、あとは。お前、服装売ってなさそうなの。髪型と眼鏡までは売ってそう。あ、でもこれ俺好きだなぁ。好き？あ、甘いなぁ。でしょ、キャラメル、キャラメル系ね。ミルキー、ちょっと31みたいな匂いする。あー、これいいわ。かわいいな。いいでしょ。監督が好きな女の子の匂いなんじゃないですか、これ。これ俺の衣装かな。じゃあ、俺が好きだよ。リングとラベルだけ変えたらもう。ダメなのよ。俺がずっと頑張って作ったんだから。で、これが
あの変わっていきますからね、ラストノートに。あ、そうなんだ、うん、ちょっとセクシーになってくるんですよ。あ、そうなんや。体温とこう時間が経つにつれて、そう、香水って時間経つにつれて変わるからね。変わりますからね。夜とかにつけてくれてたら結構エッチじゃない。首元これセクシーじゃない、寄った時に。エッチだね。あ、確かに。そういうムードをちょっと作りたい方におすすめなんです。いや、いいかも。ただの甘さじゃない、うん、ちょっとエロ甘、可愛い、エロ甘、エロ可愛いさみたいなので作りました、マジで。キャンデーや、キャンデー、キャンデーの香りするで、これ。いや、ほんまお菓子っぽいよな。お菓子っぽい。初見は、間違ってないよ。いや、間違ってない。キャンディーってやつも入れましたよ。な、なんかちょっと分かる、な、こういうの思った方が分かるかなっていうの、うん、こいつ急に言語が下手になるよな。これ香水とかファッションの話になると自信がないとさ、なんか弱なるよな。どうですか、うん、僕は前からいきましょう。僕はこれです。どんな匂いや。店員さん、プロが言うには、はい、柔らかくて清潔感があって控えめらしいです。控えめな女性なんだ。あんまりよく分からへんから嗅いでみよう。下手やな、なんかこういうの。こちら今日からじゃないですか。新入か。うん、バイト、バイト、ちょっとあんま言わんでください、すいません、緊張してるんで。ちょっとおしゃれなところで働きたかった大学生。慣れてくるんで、もうちょっとで。おお、なるほどね。やばい、目に入った。良くない、良くない。ほんまに良くない、これは。プレゼンしてんな。なんで爽やかやね、ほんとに。爽やか、あ、爽やかやし、控えめやな、確かに。石鹸とかなんか、あ、でもなんかそういう考えたらソータロっぽいかもしれない。ぽいぽいのよ、確かにな。でもソータロやわ、なんか青いかも、青色って感じ。香水香水してないっていうか。そうですね。俺はもう一番これ悩んだんやけど、とりあえず最初作ったやつ匂いきつかったから、うん、なんかもっと丸くしてください、丸くしてくださいとか。まろやかやな。石鹸でベビーパウダーでとか言ってた、これになりましたね。確かにな。でも高級感あるかも、うん、高級感あるかも、確かに。あるな、うん、清潔感あるね。清潔感と高級感があって、なんか香水臭ってならないですよね。そう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 、ソータロの彼女これつけてそうな気する。本当、こんな感じ。うん、まあ控えめやもん、ね、なんか好きかも。つけたことない人とかはこれとかつけといたら、まず、あ、無難なんじゃないかなっていう。ほんまに石鹸っぽいね、うん、そう、そっち系だよね、うん、年齢選ばず合いそう。確かに確かに、一番無難かもしれん。うん、プロはすごい。プロはすごいよな、挑戦してくれるよな。最後ここまで持ってきたらすごいな。で、最初すげえいぶかしげな顔してたもんな、そうだろう。全然ちげえみたいな。めっちゃめっちゃ一番悩んだんじゃん。そうそう、太郎がよう分からへん、ちょっとこだわってたよな、最後まで。よかったよかった、いい匂いになりましたね。はい、すごいすごい、普通に全部違うね、今のところ匂いが。じゃあ監督、はい、じゃあ僕が選んだ香水はこちらでございます。はい、店員さん曰く、まあ爽やかで、うん、まあどけない甘さがある香水。あどけなさ、あどけなさ、南国風とも言われてましたね。あれちょっとね、うん、ココナッツをちょっと入れたのよ。監督のだけ匂いかけてないんですよね。あ、そうなんだ。はい、鍵をじゃあ、あどけなさがやっぱ監督が出てるんかもしれないですね。あ、南国っぽい。あ、ココナッツやな。え、ココナッツ来る？やっぱタイ行ってたからな。なんかライチのお酒みたいな。ライチっぽいよね。ライチっぽさ。ライチっぽい、ライチっぽい。あどけないね。確かに、わかる。大人っぽい感じじゃないな。あどけない感じだな、どちらかと。幼さ。なんかフルーツカクテルみたいにする。そうそう、わかる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 。フルーツカクテルやな。南国か、そういう意味で。監督、香水にも乗り込んでるんや。あどけないとかさ。だから女性につけてほしい香りするね。可愛らしい匂いやわ。確かに可愛い、甘い、うん、セクシーとかっていうのは可愛い。確かにジョンが甘エロい、うん、甘可愛いかもしれない。そうね、うん、だからもっと監督ってその女子女子したらちょっと甘い、はいはいはい、ファーみたいな、お花畑だよみたいな香りかなと思ったら、意外にフルーティーな爽やかカクテルでした。爽やかさはしっかりありますね。ソータローのとは違う爽やかさよね。そうだな。じゃあ私ですね。はい、はい、私も香水作りさせていただきました。はい、言われたのは、はいはい、大人の色っぽさと爽やかさで、色っぽさを出したい女の子におすすめっていうことでした。はいはいはい、ちょっと色っぽさ出したい、色っぽさ出したい。で、僕結構なんか雰囲気ですけど、うん、一発目ちょっと大人っぽくて、だんだん甘い感じになっていったらいいなと思って、うん、頑張って調合してみました。なるほどね、はい、プロみたいなこと言うな。なんかな、あー、いい匂い。あー、高級感あるな。なんか透明、透明やな。透明感ある。確かに確かに確かに、色ないな、透明感。確かに、なんかみんなの匂って最後に匂ったらあんまりこう強くないね、なんかええ女って感じ。透明感、清楚、エレガントな女やね。いいんじゃないですか、これめっちゃ上品。一番大人っぽくない？確かに大人っぽい。なんか中学の時にみんながつけてたブルガリーの、30歳になったらこれぐらい透明になれますよみたいな感じやろ。はいはいはい、全然ブルガリーちょっと分かる。ちょっと俺も分かる。ブルガリーの、おかんブルガリーやねん、ずっと。ちょっとおかんのやつっぽいかもしれない。ブルガリーやわ。こんな他社の名前出していいんか分からんけど。ブルガリーよりちょっとこう上品な感じあるね。あ、けどやっぱいい匂い。清楚なんじゃない？結構大人清楚な感じがするな。大人清楚。ここ水色な匂いする。でもこれ最初こういう感じなんですけど、多分だんだん甘くなっていきます。あー、それはいいですね。こんな感じになってくると変わるからね、香水は。うん、
だからぜひね、大人っぽい感じを出したい人はぜひつけていただきたい。うん、あでも若い子でも似合うと思うけど。そうね、まあ、若い人がつけたらちょっとギャップでいいのかも。そうそうそう、うん、もう登録しか見てないから。はい、まあ実際に匂っていったんですけど、ちょっと簡単にまとめておくと、はい、宿老の選んだ香水が爽やかでボタニカル感がある匂いですね。まあ自然味があって、ね、自然味がある、うん、で、ジョンの匂いがエロくて甘い、はいはいはい、エッチエッチな夜ってイメージ。甘いエッチだね。そうですね、うん、翔太郎のがさりげない石鹸、もう控えめな、うん、優しい香りってイメージですね。で、世界監督のものが甘くて可愛い、うん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 、可愛らしい感じです、ね、ちょっとチャーミングなフルーツカクテルみたいな匂いですね。で、安行の匂いが上品で透明感がある、うん、はい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 、綺麗にばらけましたね。ばらけましたぽいのができるんやね、うん、香水ってちゃんと。え、それが意外よっと。人出てるよね。出てんのよ。そう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 。いや、普段からみんなこういう匂いが好きってことやんな。そう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 、それは。なんで、まあまあ男が好きな香り5000という意味では、まあ、こちらの匂いになっております。だからなんか好きな人のタイプに似てたら見てもらったりしたらいいのかもしれないね。そうやね、奥で男子だとか、うん、少年っぽい人とかね、はい、すごいよ、これオンリーワンの1本やもんね。そうですね、そうですね、僕らだけが選んだ。しかもあの100個から選ぶとか言ったけど、そのさらにじゃあ何ミリ入れるかみたいなのもあったから、そうそうそう、結局マジで1個よなと思った。でそれで言うと15万8000通り分の1らしいですからね。かっこいい、割合で言うと。でこちらの香水なんですけど、はい、それぞれ100本限定で販売したいと思ってます、はい、100本切るともう購入できなくなっちゃうんで、うん、合計で500本概要欄の方からね、はい、予約フォームがありますので、そちらからぜひご購入ください。しかもなんかキットで届くから作れるんだね。あ、そうそうそうなんですよ、うんうんうん、でキットで届くから実際にちょっとあのレシピ通りに作ってもらって、はい、ちょっとこれ足したいなっていうこともできたりするらしいんで、俺らが動画でやってたような香りの変化とかも楽しめる体験付きなので、うん、香りを好きなところをちょっと強くしたり弱くしたりできるってことなんや。そうそうそう、体験ごとついてるぜ、好きな香りに多少カスタムできる。そうそうそう、ベースはこれでもちょっと私なりにアレンジしたいみたいなこともできるんでね。あとこの匂いが好きだったんだなとかも嗅げるかもしれない。そういうことな。詳細は概要欄の方に載ってますんで、はい、そちらからチェックしてみてください、はい、ということで今回もありがとうございました。ありがとうございました。楽しそうやったな。一番楽しかった。一番ってのは何で一番？祝賀司会の外ロケで一番楽しかった、ね、あ、そういうことね。うん、あ、まあ、シンプルにも楽しめるね、ロケやったし、ほんまに楽しかった。あ本当に行ってみてほしい。あ、知ったか、買ったらちょっと遊べんのか。え、俺らほどじゃないけど、うん、100種類から選べないけど、うん、まあ20個ぐらいをこうピコピコできるわけだもんね。あ、そう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 、買ってくださった方は。そうやね、でもマジで行ってみてほしいな。あれカップルとかでね、ほんまに店舗行くのもおすすめだと思うんで、祝賀司の半分以上は付き合ってるか結婚してる説あるのね今。あ、そうやな、俺のインスタ募集でな、ぜひ行ってみてください。ぜひぜひ皆さんも、はい、ぜひね、概要欄からもお買い求めください。はいはい、今日は一日お疲れさん。